はい、皆さんこんにちは、ヌペンです。三国志やってきますでしょう。さあ、曹操の勢力を謀略によってかき乱した結果、かなり曹操の勢力を削ることができたね。素晴らしい素晴らしい。で、現在孫権の拠点もあと1個なんで、今回で孫権潰したいな。まあだけど向こうは4万ぐらい兵がいるか。まあこの辺は記録で頑張ろう。さあ、どんどん削り取っていくぞ。よーし、やってきます。さあ、でこれどうなるかだよな。で、現在今関羽がいってる。あー、で潰れちゃったあー、やられちゃった。なんということだ。さあ、課金軍がやられました。で、やばい、兵糧が立たれてる。で、次は私たちがこう攻める番か。で、こっちはどうなってる。やばいな、兵糧が立たれちゃってるから。さあ、頑張ってくださいね。で、こっちの趙雲もやばいな。さあ、頑張って頑張って。さあ、で、こう今向かっていってるかね。はい、おい、占領オッケー、いった。さあ、で、どうなるかな。あんま変わんないか。あんま変わりませんねまあ仕方がない、頑張ろう。さあ、で、こっちには孫権の部隊が4万ぐらいいるから。で、今現在この会釈は1万しかいない。じゃあ今のうちに攻めていきましょう。じゃあ関信、そして馬良で猛角、あー、この2人とりあえず、じゃあ関信と、あと、じゃあ長領、長領じゃない、馬長か。じゃあ馬良、じゃあこうしまして、まず攻撃しましょう。ちょっとルートがあれだな。取り消します。で、こういって、まずこういっての、こういっての、で、こういっての、こうしようか。はい、じゃあ攻撃します。はいよ、みんな行くぞ。さあ、で、次はじゃあ地域怪獣で、今現在ここは地域怪獣今仕掛けてるから、で、この辺取ろうと思ったけど無理か。じゃあ次はこの辺仕掛けよう。はい、やってやろう。さあ、行ってみましょうか。はい、どうなります。増産もない。で、まずこの部隊で、どうなるどうなる、結局どうなる。で、地域会場仕掛けてきた、了解。さあ、で、こっちだよな。で、こっちの族を馬隊が倒したか、了解。で、まず関羽が今ちょっと兵糧を立たれてる部隊を助けてほしい。さあ、頑張れ頑張れ。で、よし、兵糧はつながった。はい、さあ行きましょう行きましょう。少し疲れました。さあ、で、逃げたか。捕虜が逃げる。で、疫病まずい。で、疫病まずい。やばい、めっちゃ流行ってる。さあ、では会釈どんどん攻めていきましょう。で、こっちからはじゃあこの方、はい、1万2000で、さあ攻めましょう。はいよ。さあ攻撃、はい。で、次はじゃあ剣業から攻めていきましょう。はい、あー、でも兵が全然いないな。まあいいや。はい、で、じゃあ砲円7000で、はい。さあ、もう今から一斉に向かおう。皆の者、さあ、で、次はこっち、5は、あー、この人がいるか。で、この方も、はい。じゃあ行1万2000と3900、これは厳しい。じゃあ8000の6000かな。はい、さあ行きましょうか。さあ攻撃するぞ。はい、出番でね。さあ、で、こっちに引きつけてる間にこっちの会釈を潰すというナイス作戦。さあ、では行ってみましょうか。さあ、まずはこっちだよな。こっち助けないといかん。で、もうすぐ平家も落とせそうだけど。任務は成功だ。さあ、どうでしょうか。こんなものだ。さあ、頑張れ頑張れ今のうち。で、次はよし。で、いい感じいい感じ。よし、頑張れ頑張れ。さあ、ちょっと生還者部隊厳しいけど頑張りましょう。さあ、で、地域怪獣完了、 OK。 さあ、で、師匠はこの方を訪ねた、どう？ OK、 ナイス。さあ、で、次は、あー、で、1万3000の補充がこっち行こうとしてるか、厳しい。さあ、待ってろ待ってろ。で、お、安定を攻めてて、今いい感じで攻めてるんだね。了解、ナイス。さあ、で、こっちは、こっちは、うん、で、いい感じになってるよ。で、ちょっと戦う場所が悪いな。で、平家も落とした、オッケー。さあ、オッケーオッケー。で、敵将はどうする。この人か、まあ投与しておこう。ダメか、まあ、とりあえずホロにしておけ。さあ、で、長髪の将ゲット。さあ、で、王道レベル8、ナイス。
さあ、で、ちょっとそこで戦うのやめなさい。ちょっと分が悪い。うまくいった。で、地理解除完了。オッケー。さあ、攻めていくぞ。さあ、で、安定ももうすぐで落ちる。いいぞ、いいぞ。さあ、君たち、めちゃめちゃ調子がいいじゃないか。で、疫病。さあ、では、じゃあ、次は天水の方からもう舞台を出していこう。さあ、これで、かなり、舞台が出てくるね。さあ、で、砲屋、そして、そうね、こうして、で、魚人、よし。さあ、で、これで、こっち、チョアン攻めるぞ。はい。さあ、粘り強くいこう。で、次は、まあ、やってみようか。はい。さあ、で、兵士3000送って、で、足止め失敗。で、次は、ナンピの方も行きましょうか。さあ、で、こっち厳しいよな。で、今、どんな感じ？はい。さあ、で、挑発と勝ゲット。で、よし！で、安定を撃破。よし！やったやったやった。さあ、ご両親、いい感じですね。で、敵将を捉えた。この人か、どうよ。ダメか。じゃあ、とりあえず捕虜にしておこう。さあ、で、この線が、あ、孤立してる。いいぞいいぞ。さあ、攻め時でございます。さあ、そして、そして、どう動く？で、この方を訪ねた、どう？必ずや、オッケー、ナイス。立ちましょう。さあ、で、ちょっと、この長安から離れまして。さあ、で、疫病流行ってる。うん、了解しました。やばい、めっちゃ疫病流行ってる。さあ、それでは、主義レベルが上がったから、姿勢もやっていきましょうか。こうやって見てみると結構穴が多いな。じゃあ、とりあえず、家計のレベル上昇。はい。で、次は、内政か。じゃあ、都市の耐久上限が上昇。はい。で、人事。人事はね、そうだね。じゃあ、配下部署の経験値が上昇。はい。で、もう一個開けれるから、じゃあ、人事。よし、取っていきましょう。はい。で、武将枠1個追加。で、これで、配下武将の経験値上昇。はい。さあ、これでいいでしょう。はい、やっていきます。わかった。さあ、これでどうなるかだよな。で、ちょっと安定からはまだ兵が出せれない。吉報です。さあ、で、はいはいはい。お喜びくだされ。さあ、で、どうなる？厳しい。厳しい戦い続くよ。吉報です。で、地域解除完了。さあ、で、まず、あー、戦いになった。この方とこの方が対決。さあ、勝てる？まあ、大丈夫そうだけどね。はい、オッケー、ナイス、でかした。さすが、やってくれた。さあ、頑張れ。さあ、で、また対決。脅威と、諜報っていうのかな。さあ、対決。これは分からん。勝った、ナイス、でかした。オッケーオッケーオッケー。よーしよ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 し、ナイス、やってくれたぜ。さあ、で、こっちは、で、この人が向かっててくれないとちょっと困るよ。で、やばい。地域解除失敗。超高ともあろう方が。さあ、で、地域解除完了。オッケーオッケー。さあ、で、この方が向かってくれるとちょっと厳しいよ。ここまでです。結構なくなってってるね。さあ、では引き続き超運戻ってきたね。はい、じゃあ行きましょう。で、2万と、そしてこっちの帝砲8000、こいつも出す。8000ね。はい、お願いします。さあ、総力戦だ。はい、さあ行くでー。超運、さあ、で、こっちの方は、うん、よし、ちゃんと引き続けててくれてるね。じゃあ、その間に会釈を潰すんだ。行くぞ。はい、お喜びください。さあ、で、賭け、よし、成功。で、こっちはどうかな。あ、失敗で終わってる。はい、頑張って。さあ、で、次は、で、こっち厳しいな。ちょっと兵が出てきてるか。まずいまずい。で、その間にじゃあ何匹を取っていこう。で、こっちこっち。で、まずはこの部隊を潰そう。上々だ。で、地域怪獣完了。オッケー。さあ、で、どうかな。よろしく。ナイス、オッケー。さあ、で、こっちですよ。ちょっと厳しいよね。お喜びください。さあ、で、さあ、で、まずはこっちの7500を潰す。たやすいことです。大勝っていう、将棋と。さあ、で、早く早くこの人を助けてあげて。
やばい、兵糧切られてる。さあ、今んとこここが今地獄だな。頑張りましょう。さあ、で、こっちの賭け失敗。で、こっちの鎮静失敗。成功だ。ほぼ失敗しとるかな。さあ、で、ここの舞台を助けよう。で、一騎打ち。まずいね。大丈夫。さあ、あー、なんとかギリ大丈夫か。はい、オッケー、ナイス。オッケー、オッケー、オッケー。早く逃げなさい。さあ、で、次は。お喜びください。で、罵声の章ゲット。さあ、で、こっち、到着。で、よし、長雲が到着。で、この方を。あー、ダメか。さあ、で、次は。よろしくお願いいたします。さあ、で、劉備の魅力が、1上昇。さあ、で、これで、包囲占領はできるはずですけど。さあ、どうじゃ、どうじゃ。さあ、早く到着。で、地域怪獣やられてる。さあ、で、どうだ、どうだ。あー、で、捕まっちゃったか。無念。さあ、で、次は。はい。おい、占領。さあ、これでどうなる。はい。さあ、で、ここ。よーし、囲った。まあ、兵糧を立つことはできなかったでしょう。まあ、でも大丈夫。さあ、長安は地獄と化している。さあ、で、ここの、賭け失敗か。まあ、仕方がない。ほぼ失敗しとる。全然ダメだ。さあ、では、長安頑張って。地域怪獣。てか、長安頑張ってってどういう意味だろう。さあ、さあ、混乱してる。私も、頑張ろう、頑張ろう。喜べ。で、罵声の章ゲット。さあ、で、はい。これ、ああ、いいね、いいね。さあ、で、この人早く逃げた方がいい。ああ、出られたか。仕方がない。で、長髪の章ゲット。さあ、で、一部隊到着。さあ、頑張れ、頑張れ。で、師匠がこの方を訪ねた、どう？オッケー、ナイス。さあ、捕虜もどんどん口説いていこう。これも天命か。どうかな。で、捕虜も逃げられる。ご報告いたします。さあ、で、現在南皮がいい感じで攻めれそうだね。よし、頑張って頑張って。さあ、では長安の様子を引き続き見ていきましょう。さあ、頑張れ頑張れ。さあ、で、もうすぐ勝者部隊到着するから。で、撃破。いいぞいいぞ。で、捕まえた。で、次は加賀を発見。よし、誰かを治療してもらおう。で、独立は失敗したか。さあ、で、頑張ろう頑張ろう。切符をお持ちしました。で、独立またもや失敗。さあ、で、撃破。よし。さあ、で、ここに入ってこう。で、地域怪獣を仕掛けられてる。怖い。さあ、で、勝者部隊到着。さあ、で、南皮がもうすぐで落ちる。うん。さあ、頑張れ頑張れ頑張れ。さあ、落とせ。さあ、で、よし、南皮落とした。オッケーオッケー。さあ、で、この二人を捕獲したか。トヨ。あー、ダメか。じゃあ、この二人は、じゃあ、もう、処断しておこう。はい。もう仕方がない。できています。さあ、いけいけいけ、落とせ。さあ、では次、コローカの方も攻めていきましょうか。さあ、どんどん落としていくぞ。じゃあ、そうだな、2万8000か。ってなると、ちょっと厳しいよね。ここはじゃあ、2万8000で、こう向かわせつつの、どこが魚鱗部隊を出そう。こっちから魚鱗出せる誰か。うわー、全部厳しいな。待て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 。じゃあこっちから。はい。で、9000。あー、義援が出せるか。はい。じゃあこうしての、じゃあこっち向かいましょう。はい。さあ、まず長安攻めを完了させよう。さあ、で、足止めも失敗で3000補充。ナイス。さあ、頑張れ頑張れ。さあ、落とせるぞ。で、奪われた。あー、やばい。地域怪獣やられたか。えらい、こっちは。さあ、で、長安が瞬く間に落ちていく。まあ、こんだけ張り付いてればまあ、すぐに落ちるでしょう。さあ、で、統率が一上昇。さあ、で、長安もこれ直に落ちるね。オッケー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 。よし、頑張ろう頑張ろう。あと一息よ。さあ、で、あ、会釈もいい感じで落ちそう。おー、よし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 。関心が到着してるね。関心と馬領が。さあ、頑張れ頑張れ。あと一息。上場です。さあ、で、あ、孤立も成功しましたか。やったー、オッケー、独立させた。やったー。さあ、あそこを航空監獄すれば私たちの領土になる。さあ、で、長安落ちました。オッケー、やったー。オッケー。で、捕虜を連れてきた。
まあ、とりあえず全員、はい、投与して、あ、全員ダメか。脅威はなぁ。脅威は私たちのとこ欲しいけどなぁ。まあ、言うこと聞いてくれないんだったら、まあ仕方がない。処断しよう。申し訳ない。申し訳ない、本当に。さあ、で、この兵糧を叩いた砲部隊をボコボコにしてやろう。で、独立させたのは、ここだね。オッケーオッケー。さあ、では、呪春から兵を出そうか。ちょっとね、この行からだいぶ兵が出てきてるな。推定2、3万ぐらいか。で、今、牧羊がだいぶ、空になってるから、じゃあこっち行こう。さあ、義兵を戻ってくれ。で、こっちからは、じゃあ、じゃあ、関作出そうか。関作は、じゃあ、1万1000ぐらい出そう。ってなると、この辺か。ってなるとね、こっちが心配だね。古老館の方。さあ、誰か出てきたらやばいな。で、今現在こっち。もうガラ空きだね。じゃあ、次は、こっち行こう。で、攻撃で、こっちから出ましょうか。この方はね、はい。で、勝者部隊を、じゃあこっち出しまして、はい。で、決定。我に続け。で、兵糧はまあ、少ないか。まあ、とりあえず、じゃあ、こっち行って、さあ、こっちの方行きましょう。はい。心得申した。こうしての、はい、家計で。で、何用か。こっちの方からも攻めてきてんだよな、誰か。じゃあ、こっちこっちこっち。はい。じゃあ、かけて。よし、行きましょう。シャマカさんは、じゃあ、こっち、戻ろうか。はい、入場。さあ、急いでくださいね。で、これで、じゃあ、降伏勧告していきましょうか。じゃあ、さっき、独立させたこの部隊。よし、大丈夫だね。やってやろう。はい、さあ、で、まだこっちの可否の方は包囲も参加してるから落とせないね。じゃあ、呪春からは、馬隊を出そう。で、ちょっと、張飛が調子悪そう。やばい。じゃあ、魚鱗。はい。じゃあ、こっち出します。さあ、急いでくださいね。はい。さあ、それでは、孫権の方はどうかな。で、ちょっと馬領が今、狙われてるか。じゃあ、監視、こっち行ってください。さあ、これと潰そう。さあ、会釈を潰してくれ。で、家計失敗。で、鎮静失敗。まずい。さあ、この会釈さえ潰せれば。さあ、で、会釈が。うん。さあ、ここで孫権が滅びるはず。で、向こうにいる人たちを救うんだ。で、平家が動揺してる。大丈夫？さあ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。さあ、で、地域怪獣やられた。くそ。さあ、だけど、あと一息、あと一息。で、激励の賞をゲット。さあ、で、この方どうかな。あー、ダメか。さあ、頑張れ頑張れ。あー、やばいやばい。頑張れ頑張れ。あと一息だから。さあ、頑張れ。んーで、今月は落ちなかった。で、誰か亡くなっちゃった。さあ、で、誰か捕虜が。あー、で、カンネが逃げた。うわ、やばいやばいやばい。で、イナゴ、イナゴ。さあ、まずはこのコロカを攻撃エイちゃん何とかして。で、ここどうしようかだよな。ん、一応カウに別の部隊を倒させたらこっち行かせる予定だけど。で、もし、やばかったら義援を出す。で、現在、馬隊も向かってってるからね。さあ、頑張ろう。で、問題はここよ。会釈。さあ、会釈攻略は間に合うでしょうか。造作もない。さあ、で、家計完了。さあ、で、どうなるかな。さあ、頑張れ。で、他の部隊が急いで戻ってるけど、今更だよ。で、しばしが、どうかな。陛下に代わって航行を進めます。どうかな。わかった、航空、オッケーオッケーオッケー。よーし、肝心なところ倒した。やったー、落とした。素晴らしい。だもんで、ここが私たちの領土になったので、やったね、オッケー。さあ、で、次は会釈だよ。はい。さあ、これで、会釈落ちました。ということは、ということはですよ。はい、会釈を制圧しました。さあ、これで孫権落とした。オッケー、やったー。孫権軍滅亡。で、全員捕らえましたと。はい、了解。じゃあ、投与しますよ。さあ、で、役に立ってみせよ。あ、で、孫権が、私たちに来た。意外。
まあ、孫権が来てくれるんだったらみんな私たちについてきてくれるでしょう。はい、じゃあ捕虜にします。はい、じゃあゆっくり口説いていこう。オッケー。で、動揺してるって分かった。やったやった、オッケー。さあ、で、この人たち返そう。で、カウが一騎打ち今こんな。さあ、まあこれ大丈夫そうだね。やったー。さあ、楽勝じゃい。さあ、で、次はさあ、カウの武力は1上昇。で、新しい武器ゲット、ナイス。さあ、で、イナゴ。さあ、では孫権の勢力の人たちをどんどん口説いていきましょう。この辺の捕虜口説くの大変だな。陸孫、あ、孫権が出てくる。やったやった。さあ、で、次はやべえ、これめっちゃ忙しいな。で、高孫衛さん、よし、出発いたします。さあ、で、次は東洋で、で、どうも関寧がね、無理っぽいんだよな。なんでなんだろうね。じゃあどんどん口説いていく。よし、あー、ダメか。難しいな。陸村は口説けるのにな。じゃあこの辺の優秀な方を、馬長か。馬長が口説くのか。じゃあこの方、よし、はい、お願いします。では参ります。さあ、どんどんやっていきましょう。さあ、とりあえず孫権の勢力をどんどん落としていこう。で、こっち厳しいな。じゃあこっち。はい、で、進軍して、で、関策はちょっとずつがあるからな。とりあえず注意しておもらい、おいてもらって、さあ行きましょう。はい、さあ、で、まずはこの方が訪ねてきた。はい、どうぞ。よしよしよし。で、よしよしよし、東洋フィーバー来た来た来た。よろしくお願いします。で、この辺からすっごい忙しいと思う。お持ちしました。で、次は必ずやお役に立ちましょう。さあ、待って。で、さあ、まず古老家に到着。で、芝居が向かってるか。さあ、で、こっちも落としていきましょうね。で、あとはどうなるかだよな。さあ、こっちも早く倒してもらいたい。で、撃破、ナイス。で、必ずやお役に立ちましょう。さあ、で、次はこっち。さあ、なんとか頑張って。とりあえずこっち見ようか。はい、もう見るとこ多くて。で、よーし、行こう。さあ、で、地域怪獣完了、オッケー。さあ、落とされ。で、やばい、芝居がこっち来た。魅力を尽くします。今どんな感じ。さあ、で、やばい、囲まれてる。さあ、どうでしょうか。よしよしよし、頑張れ。さあ、いいぞ、やったー。さあ、で、孫権が、よし、陸孫持ってきた、オッケー。で、長江が、素晴らしい。さあ、で、これで、稲子。厳しい。こちらを。さあ、で、この芝居をどうにかしないといかん。なので、じゃあ出ます。じゃあ、祝勇ちゃん。じゃあ、18,000で、こっち行こうか。はい。攻撃。行くぞ。さあ、囲むぞ。さあ、行きましょう。引き続き孫権の勢力の武将たちを口説く。成功だ。さあ、で、士気を低下させて、達成いたしました。で、足止め成功。さあ、で、次は さあ、口説いていきましょう。で、もしかしたら口説けない武将も仲間に引き入れられるかもしれない。頼むぜ。さあ、どんどん仲間を増やそう。達成いたしました。で、武器ゲット。必ずやお役に立ちましょう。さあ、なかなか口説けない人もいるからね。こうやって仲間を増やして口説ける人を増やしていこう。世話になる。すげえな、めっちゃいるな。で、今現在芝居はどうなってる。芝居はちょっとまだあれだな、いるな。はい、さあ、早く芝居を潰さないと。で、よし、両党が仲間になった。さあ、で、祝勇が向かってる。よし、さあ、頑張れ。よろしくお願いいたします。いい、ね、さあ、で、よろしく頼む。よし。さあ、で、次は修正を使おう。よし、さすが。世話になる。いいね、めっちゃいるもんな。命令書がある限り投与してるからね。さあ、捕虜が逃げる前に。さあ、で、どうなるかな。はい、ここまでか。あー、で、この方亡くなったか。惜しい人を亡くした。あー、ここまでですね。結構亡くなるな。で、逃げた。あー、捕虜が。で、稲子
さあ、では投与やっていきましょうか。で、周体はね、うん、さっきはでは口説けなかったんだけど、この人が入ったことによって、よし、投与できる。よし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 。作戦成功。さあ、で、諸葛金はどうかな？あ、いいね、いいね。はーい。行ってまいります。さあ、多分、諸葛金たちと、ゆかりが深い方なのかな。で、孫権、よし。じゃあ、お願いしますね。はーい。さあ、行きましょうか。はよ。さあ、東洋も頑張って、で、落葉も手に入れるぞ。うまくいった。さあ、で、こっちの、V の方にも攻めていきたいな。もうちょっと、兵が集まったら、行きましょう。はい。さあ、で、次は、ここに行こう。よし、OK、OK、OK。さあ、フィーバーが始まりますよ。はい。諸葛金、OK。で、次は孫子。ああ、かわいこちゃんだね。で、次は、次は。よしよしよし。さあ、これでほぼ孫権の勢力は、私たちが手に入れた。役に立つわ。オーケー。さあ、出ようかな。はい、ようこそようこそ。はい、いらっしゃいいらっしゃい。はい、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい。はい、いらっしゃいいらっしゃい。お役に成功です。さあ、で、混乱の将ゲット。さあ、で、この、東館って読むのかな。さあ、ここ、抜いた。オーケーオーケー。さあ、次は、こっち、監獄館。さあ、キングダムで同じ監獄館に行きましょう。で、こっちの古王館は大丈夫か？ちょっと厳しそうだけど。さあ、やばいやばい。頑張って。ちょっと気づけてて。さあ、で、早く祝優ちゃん、こう、芝居を倒しなさい。魅力を尽くします。さあ、で、はい、また、再びフィーバーが始まります。はい。はい、どうぞ。必ずやお役に立ちましょう。さあ、で、使えて。高層園さん、はいはいはい。で、次は、こっちやな。さあ、次は看護官落とすぞ。もう全然兵詰めてないもんな。よろしく頼む。オッケー。さあ、行こう行こう。頼むぞ。オッケー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 。さあ、どう？修正落ちろ。オッケーオッケー。素晴らしい。で、まだ稲子。まだ稲子やってたっすか。さあ、では城攻め再開しましょうか。じゃあ、こっちから、甲虫出しましょう。甲虫は眼光で、2万。さあ、ではこっちの方から攻めていきましょうか。はい、賭け。はい、ついてこい。で、次はカウン。じゃあこっち行きましょう。はい、うむ。で、こっちもだいぶ減ったね。そうかそうか、この川岸で戦ってたからだいぶいい感じで攻めれてるんだ。はい、うむ。じゃあ攻撃して、で、投石部隊とか出せないかな。猛角。あー、猛角か、いいね。じゃあ、猛角出しましょう。じゃあ、8000。さあ、芝居を潰すぞ。はい。はい、決定。腕が鳴るぜ。で、こっちの投石部隊の方はちょっと下がりなさい。はい、逃げるよ。はい。うむ。まあ、今更かもしれないけど、まあ、頑張る頑張る、とりあえず。さあ、で、いいことに気がついた。あのね、これ、独立で、今現在、洛陽が独立仕掛けられるらしい。よし、じゃあ、お願いします。かしこまりました。で、次は、他にある独立ができそうなところ、この辺とか。お、いいねいいね。さあ、どんどん独立させよう。で、降伏させるんだ。で、次は次はここが。さあ、いいねいいね、うん、さあ仕掛けていこう。さあ、どうなるかな。成功だ。さあ、で、3000補充。よし。さあ、で、で、しくゆちゃんに交代。お持ちしました。さあ、頑張れ頑張れ、芝居を潰せ。さあ、で、オーケー。さあ、で、芝居さえ潰せれば。あー、地域荷重されそうになってる。で、あとはあとは、さあ、看護官攻めていきましょうね。はい。さあ、で、中止。あー、マジか。さあ、で、どう？世話になる。オーケー。さあ、で、よし、芝居撃破。で、まだ芝居は捕まえられない。で、よろしくお願いいたします。オーケー。で、まだ稲子やってんのか。さあ、引き続き、落葉攻め頑張るぞ。さあ、まず、棒を落とすんだ。で、動揺してる。まずい。さあ、で、次は、よし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 。喜べ。で、激励の処刑と。ナイス。さあ、で、どうかなどうかな。やばい！かけされてる。必ずや、よし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 。達成いたしました。さあ、で、独立はさせられませんでしたが、この方を野望をくすぐった。うん。お持ちしました。高月英ちゃん、もうちょっと頑張って。で、独立もあまりうまくいってない。
こんなものか。で、この方亡くなっちゃったか。あーで逃げちゃった。あらで、この方が士官。おお、いいね。はい、ようこそ。はい、ようこそ、ようこそ。よろしく。で、カンネはどこ行ったのかな。カエ戻ってくんねえかな。さあ、行きましょうか。はいよ。さあ、で、まずはどうなるかな。で、攻撃隊ちゃんがやられちゃったやばい、敵の手に落ちた。さあ、で、投与中止。お喜びください。さあ、となると、で、あ、毒液成功。オッケー、 V が私たちのとこに行った。さあ、攻撃隊ちゃんを何度か返してもらわないと。さあ、で、 V は毒液完了した。さあ、で、あー、奪われたのか。マジか、やばい。達成いたしました。で、毒液、おーし、完了。 OK、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 ナイス、ナイス、ナイス。いいぞ、いいぞ、素晴らしい。さあ、で、あー、毒液は中止、了解。さあ、で、元気か。さあ、次はこの、この丘を落としていこう。さあ、それでは独立した部隊の、さあ、では独立した勢力を、どんどん取り込んでいこう。まずここ諸葛団っていう方かな。なるべく早い方がいい。うーん、まあこうするしかないか。心得ました。はい、で次はこっち、航空韓国で、でこの人はね、あ、さっきの方か。うわー、やばい。そうなのか。まあ、とりあえず一旦やめとこう。さあ行くぞ。はいよ。吉報です。さあ、で3000補充完了。やってやったぜ。でこの部隊の士気を下げた。はい、さあどうでしょうか。やったぞ。さあ、でなんかすんごいアイテムゲット。さあ、で次は、次はで、まずはどうかな、どうかな。結構きつそうだけど。で独立失敗で、で、こっちの北米はどうなるかな。で、こっちの上辺、なんとしても取りたい。さあ、で、あとは、あとは、さあ、どうするかな、ここから。あいよ。さあ、頑張れ、頑張れ。で、もうすぐで監獄官を落とせる。ご確認ください。さあ、では行きましょう。さあ、監獄官が落ちるよ。キングダムでおなじみの監獄官が落ちる。こんなもんや。で、士気が下がった。うん。さあ、これで、突っ切れるかな。オッケー。さあ、監獄官を抜けたんで、さあ、あとは落葉を目指すのみ。よーし、いくぞ。達成いたしました。で、アイテムゲット。吉報をお持ちしました。さあ、で、罹患の策成功。さあ、で、投石はこっち。ちょっときつそうだな。しました。頑張って、頑張って。さあ、行くぞ、行くぞ。さあ、で、あとはどうなるかだよな。さあ、まずはどうなるか見ていきましょう。さあ、落葉どんどん攻めていくぞ。やってやったぜ。で、この部隊の士気下げて、で、家計失敗、了解。さあ、削るぞ。で、さあ、お願いしますね。さあ、トインさん、どうかな。よし、オッケー。さあ、これで、降伏した。ってなると、どこが独立してたところでしたっけ。ここか、V! よし、オッケー、オッケー、オッケー。さあ、この辺は完璧に安全な地域になってた。オーケー。さあ、では、さあ、どんどん落葉を攻めていこう。で、神殿ね。はい、お願いします。さあ、これ友好関係を結べれば、航空勧告ができるかもしれない。さあ、これを繰り返していこう。さあ、で、で、疫病が流行ってるって。わー。さあ、それでは今回はここまでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よっしゃ、チャンネル登録、高評価お願いします。ヌペでした。さよならー。